皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の初めてのドラム初心者向けのドラムレッスン講座でございますが、この動画で最後の6本目の動画となります。最後の6本目の動画はね、イージーでいこうという課題曲をですね、皆さんに叩いていただこうかなと思うんですけれども、ちょっと随所でいろいろポイントがありますので、そういったものも話させていただこうかなという感じでございます。とりあえず何て言うんでしょう、楽譜とか用意してますけども、これ通りに叩かなくてもいいです。本当に思い思いにはなんかアレンジしてしまってください。簡単にしちゃっても別にいいですし、なんかいろいろ省いちゃってもいいですし、あと余裕がある方はもっといろいろこのフィルインとかいろいろおかず入れたりとかしてもっと盛り上げても構いませんし、なんかこう皆さんのそのね、習得ぶりといいますか、そのスキルに合わせてどんどんアレンジしていただけると、僕としては嬉しいなという感じです。極端な話、3本目の動画の8ビート。の練習で一番簡単なパターンだったじゃないですか。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。極端な話、もう1曲ずっとこれを続けてても OK です。この曲ずっとそのテンポチェンジというかそのリズムが変わるところがないんで、ずっとこれ続けてもそんなに違和感はないと思います。もうそのぐらいシンプルでも OK です。で、そんな中で自分ができるところはちょっと練習をして、できなさそうなところはちょっとこの省いてみたいな感じで、ご自身でアレンジをして楽しんでいただけると嬉しいという感じです。はい、そんな感じ。では、ちょっとざっくりと最初からやってみましょうか。新しい要素としてフラムというものが入ります。フラム。ちょっとやってみますと、これ。イントロの1、2、3、ボトラッってやつですね。全打音。前叩く音で前打音なんて言い方をするんですけども、右手で軽く叩いて、でそれに合わせて左手で叩くと、ちょっとこうずれるような感じです。同時じゃなくて、ずれるような感じ。前打音はちょっと弱めに、でこの本打音はちょっと強めに、こっちは弱め、こっちは強め、こんな感じです。でその後に普通に8ビートを刻んでいきます。ちょっとやってみましょうか。こんな感じです。イントロ。イントロの最後の最後で、そのね、ずっずったん、チーワブチクワブが入りますね。チーワブチクワブ、チーワブチクワブ、チーワブチクワブ。で、チーワブチクワブして、クラッシュを叩いて、8ビートのパターンに行きます。基本的に3つ目の動画で練習した8ビートの練習パターンの3つ目かな。1と6に足を置くパターンが基本となっております。1と6に足を置くパターンが基本となっています。で、A メロのところもクローズドフラットにして、ちょっとおとなしい雰囲気で8ビートを叩くと。で、ちょっとそのオープンハイハットとスネアをバーンと叩いて、パンワブ、パンワブ、パンワブドーン、パンワブドーン、ツッタツドッツッタツドッツッタツドッツッタ、なんていうフィルが入ったりとかします。パンワブドーン。で、そんな感じのリブ4を入れつつ、A メロをバーッと繰り返して B メロに行きます。B メロに行くときはちょっとこうね、盛り上がる感じにしたいので、チクワブをちょっと多めに入れましょう。ツーツッタツ、ドンワブチクワブ、ダンスカルリーバブチクワブ。で、キラーキラー、ふわふわかな。ダーキラーキラーリトのところに入っていきます。そのときはちょっとこの、ね、広がりを出したいので、右手はライドシンバルの方に行きましょう。そうすると、クローズドハイハットよりも、なんかこのふんわりとした、きらびやかな雰囲気になります。ライドシンバルいただきます。で、途中の小説でフィルインが出てくるんですけれども、余裕があったらチャレンジをしてみてください。こんなフィルインです。感じです。難しければチクワブでいいです。ズッツッタンスドンバブチクワブって感じで普通にスネア連打するだけでも大丈夫です。もし余裕があればチクワブチクワブでもいいですし、ちょっとこう流してもいいですし、今みたいな感じでちょっとこの交互にやってもいいですし、まあ、この辺は皆さんの好みに合わせてやってみてくださいませ。
で、そんな、リフを入れたりとかして B メロは続けて、で途中で、チーワブチクワブして A メロに戻ります。アシカモじゃないか。ズズタカズンタカダダカ。へこむこともあるし、めいることもあるさのところですね。で、それが終わったらギターソロに行くんですけれども、ギターソロの前はちょっと多めにチクワブをしましょう。そうするとね、このなんか盛り上げる感じにもなりますし、これからちょっと場面が切り替わりますよという雰囲気もつながるわけなんですよ。なんでちょっと多めに、こう。みたいな感じで、ちょっとチクワブ、チクワブ、チクワブを入れておくと良いかなという感じです。ちょっとこのハイハットをだんだんこのオープンにしてて。そんな感じです。で、まあ、ギターソロのところは B メロと同じような感じですね。B メロと同じような感じで、ちょっとリフを、とフィルを入れたりとかして、ライドシンバルって言っていって。で、ギターソロが終わって B メロに行くんですけども、まあ似たようなもんです。で、その後にまた A メロに行くんですけども、まあ、A メロもまた似たようなもんです。一番最後だけですね。ちょっとこの記名のところ。イージー、イージー、レイコやってみましょう。普通にスネアとクラッシュです。こんな感じです。なんかこのね、打つ回数が右手がそのクラッシュ行ったりとか、その中でハイハット行ったりとかするんですけども、これは本当に自由です。僕はとりあえずレコーディングの時は確かクラッシュ、クラッシュ、クラッシュ、ハイハット、スネアフラム、タムフラムって感じでやってるはずなんですけれども、ちょっとこの辺の記憶が曖昧ですが、まあ何でもいいです。ぶっちゃけ何でもいいです。本当に何でもいいです。で、そのままバーンと両手でクラッシュシンバルを叩いて、この華やかなガシャンとした感じにして終わるという感じです。そんな感じでしょうか。あとはもうその皆さんでできる範囲でちょっとこうね、やってみていただければという感じです。で、ちょっと、私がですね、ちょっとお恥ずかしながら、お手本っていうほど、まあ、うまいわけじゃないんですけど、ちょっと一回軽く叩いてみますので、よかったらそちらを参考にしてみてくださいませ。で、その中で、あ、ちょっとこれ、真似してみようかななんていうフレーズがあったら、まあ、それを真似してみるという形で、自分のフレーズを完成させていただけると、嬉しいなという感じです。はい。では、とりあえず、ちょっと僕の演奏をご覧くださいませ。どうぞ。
というわけでいかがでしたでしょうか。以上で、初めてのドラム6本の動画がすべて終了でございます。ギターとかと違ってドラムって、すごいメコピがしやすいんですよ。メコピ。やっぱり動きがすごく大きいから、そのどこを叩いているとか、どんなリズムで叩いているというのがその目で確認しやすいんです。なので、まあ、その僕の先ほどの演奏を、まあ、見て、あ、これちょっとやってみようかなと思ったときに、見れば分かるじゃないですか、その手順が。なので、そのメコピをして、まあ、いろいろこのフレーズを盗んで、その引き出しを増やしていってっていうのが、まあ、とても大事な練習になっていきますので、まあ、もし真似できるところ、真似したいところがあれば、どんどん盗んでいただけると嬉しいなという感じでございます。はい、そんな感じでしょうか。うまくできましたでしょうか。難しかったでしょうか。まあ、1日2日でできるような内容ではないかと思います。1週間、2週間、1ヶ月とかかっちゃうかもわかんないです。けれども、まあ、なんていうんですか、ね、この練習ってあまり面白くないかもしれないですけれども、このできる、できないことをできるにするためのステップが練習なわけですよ。で、このできないができるになったときってすごい楽しいじゃないですか。なんかそれを一回味わってしまうと練習もそんな悪くないものになるんですよ。なんで、まあちょっとね、しんどいときもあるかもしれませんが、まあちょっと滝沢頑張れって言ってたから、滝沢が信じろって言ってたから、ちょっとやってやるかみたいな感じで。やっていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。はい、それで皆さんがね、それを通して皆さんがなんかこう演奏する楽しさみたいな、なんかそういったものをですね、少しでも見つけてくれたら、まあ、僕としてはすごく嬉しいなという感じです。はい、あれなんですよ。その簡単に言うと、僕自身がその楽器を演奏するのがめちゃめちゃ好きなんですよ。ギターも弾きますし、ベースもピアノも弾きますし、ドラム叩きますし、普通にアコーディオンとかサックスとかも吹いたりとかしますし、本当にもうカホンとかもやりますし、なんかその楽器を演奏するのは僕がすごく好きなんです。なんで、まあ、なんて言うんだろうな、その楽しさが伝わればいいってわけじゃないですけども、まあ、こういった動画とかを通して、そのね、楽器の楽しさ、演奏する楽しさが、楽しさを広げられればいいなと思って、まあ、こんな動画を作っているような感じです。この普段僕がね、感じているこの楽しさみたいなのがね、少しでも皆さんに伝われば、僕としてはまあすごく嬉しいなというところでございます。はい。では、かなり長丁場になったと思うんですけれども、以上で終わりでございます。本当にお疲れ様でございました。まだなかなかね、消化しきれてないところもあるかと思うんですけれども、その辺は気合と根性と友情で、乗り越えていただければという感じでございます。パッション大事だぜ。パッション、パッション、パッション、パッション。ちなみにこれは iPhone スタンドです。そんな感じで、また、違うところでお伝えしましょうということでしょうか。ギターレッスン動画も配信します。で、これからベースレッスン動画、ウクレレレッスン動画とかも配信します。もし、他の楽器もやってみようかなと思ったら、ぜひ僕の動画を参考にしていただけると、嬉しいなという感じでございます。それではまた違う動画でお伝えしましょう。今日はお疲れ様でございました。じゃあね、パハハイ。さよなら、パハハイ。